時になるとタイムセールで卵が118円になるスーパーがある。私はそこに仕事と仕事の間の10分間で行って帰ってきたかった。往復の時間も考えると店内での滞在時間は5分。お店に入るとおじちゃんおばちゃんたちでやはり混雑していた。レジに向かい卵1パックを握りしめ、カートいっぱいに買い物したおばちゃんの後ろに並んだ。私の番は次の次。お会計に手こずってるおばちゃんを眺めながら時計とにらめっこ。すると私の前のカートいっぱいおばちゃんが、お先にどうぞと言ってくれた。私が買うのは卵1パックだけというのに気づいて気を利かせてくれたのだろう。そんなこと言われると想像もしてなかった私は、お礼の言葉を頭の中に準備していなかったため、その瞬間にできる最大限のお礼が挙動不審なお辞儀だけだった。卵の会計も済ませ、意識が現実にシフトしてきた。どうしてもおばちゃんにお礼が言いたい。きっと譲るのなんて日常茶飯事のおばちゃんには、私にレジを譲ったことなんかとっくに記憶の中でフェードアウトしていっていて、お財布とお会計の表示をにらめっこ。勇気を出して普段より大きな声でありがとうございましたと言えた。世の中にはいい人がいる、世の中にはいい人がいると唱えながら職場まで戻ったのでした。月に2度友達のアパートに用事で行くのだが、行く時にはいつもこの場所空いてるからここに泊めてもいいよと言われているアパートの駐車場に私は車を止めていた。通い始めて半年、何も問題はなかったのだが、その日は違った。3階の友達の部屋に上がってしばらくすると、外からビーという大音量のクラクションが聞こえてきた。5、6分か7、8分か、あまりにも鳴り続けているので、友達のお父さんが駐車場まで降りてチェックしに行くと、私の車をどかせと言っている人がいるらしい。友達のお父さんと一緒に慌てて駐車場に降りると、ビジネススーツの男性が携帯で、車の主が今来たから警察は呼ばなくていいよと誰かと話していた。それからはもうこの人の怒鳴り声だけが駐車場に響いた。謝って済むなら警察なんかいらねえよ、何様のつもりだお前ら、というようなことをずっと言っていた。私と友達のお父さんはひたすら謝るだけだった。初対面の人を容赦なく怒鳴りつけることができるビジネスマンを見ている私の頭の中は、きっと会社でひどいプレッシャーを与えられてるんだろうな、仕事でストレスが溜まってるんだろうな、日常の中で優しさや愛に触れることがなく心が乾いてるんだろうな、なんか同情しちゃう、そう考えていました。日常の中で優しさや愛、思いやりを受けていない人は自分からそれらを与えることもできない。なぜならやり方がわからないから、もしくは忘れてしまったから。優しさ、愛、思いやりはギブアンドテイクで順繰り巡っているもの。もし思いやりを与えられていても、この人が拒否したら、その思いやりはその人の体の中、心の中には入らないので、次、その人が与える番になっても、リソース、その人の中に資源がないので出すことができない。それで、その乾いた心の持ち主たちは、相手を押さえつける、罵る、見下す、抵抗することで自分が優位に立てる、勝ったと思ってる、と学ぶ。ドライハート人は、こいつは言い返してこないだろう、と大抵怒鳴る人を選んでいるので、大体その勘は当たっていて、気の弱い人たちは言い返すことができず、下手に出ることしかできないのだ。お分かりだろうか、このような全面否定する頭ごなしに物を言う行為は、その人がインセキュアであるという現れ。不安定、本当は自信のない自分を守るための行動なのです。しかし、ドライハート人はそれを断固として認めないでしょう。張り合っても時間の無駄でしょう。乾いた土に愛情を持って根気よく水をかければ、いつか緑色の芽が出る。忍耐を持って水をかけ続けてあげれば、いつかその芽も伸びて花を咲かせることができると私は信じています。ドライハートになってしまったのは、この人だけのせいではない場合が多いのです。小さい頃の家庭環境、社会からの重圧から生き延びるために作られたサバイバル術がそれだったのです。人間生まれながらに持っている柔らかい温かい笑顔と心はいつまでもあり続けます。
日常の中でそれに触れる頻度が多いか少ないかでうまく使いこなしている人と使いこなせずにいる人がいるのです。もしあなたがドライハート部類の人なら、世界の70億人全員があなたの敵ではないと知ろう。鎖でがんじがらめになってしまっている心の鎖を一つずつ少しずつ解放してあげよう。あなたを受け入れたいと思っている人がいることを認めよう。もしあなたの身近にドライハートの人がいて、表面では冷たい態度をしていても奥深くには出たがっている緑の芽があると感じるのなら、諦めずに水やりをし続けてほしいです。愛は地球を救うは本当だと思います。